はい、皆さんお疲れ様でございます。ココションでございます。ペーパーズプリーズ続きをプレイしていきます。前回は申し訳ございませんでした。終始勘違いをしておりましたね。東グレスティン共和国の偉い人が来るよっていうね、広報に書いてあったんですけれども、一番初めに来た人がそれでしたね。こういうことあるんだよな。気をつけます、すみません。はい、それはそうと、ちょっと露骨にね話題をそらしていくんですけれども、入管管理省に強盗が入ったよってね、そんな記事が今目に映ったんですけれども、影響警備、盗難被害は数点とありますね。なんか盗まれたんですね。アンテグリアの国内工作行為が発覚。これもなんかちょっと今後僕の作業に影響を及ぼしそうですね。まあでも労働に出向いてみましょう。いやー、もうおっちょこちょいだな。おっちょこちょいかこれ、わからん。びっくりした。そうそう、これね、これもありましたね。今日でしたっけ、なんかスパイが来るよみたいなこと言ってましたけど、こうやってやると多分その名前なんですよね、これ。こうやってこれか、こうでしたっけ、こうですね。おそらく2人なんじゃないかと思うんですけれども、これ入れることによって僕になんかメリットあるのかな。まあちょっと注意してね、やっていこうとは思います。早速候補を読んでいきましょう。審査官へ次ぐ、入管省への不法侵入のため、さっきの強盗ですね。陰影が侵害された可能性がある。陰影って何、陰影、陰影なんだ、陰影犯行のこと、ん、なんだ、犯行、陰影ですね。多分これ印だから犯行ですかね。重要なもの何も盗まれていないが、諜報部によると偽造者たちはすでにアルストツカ公式文書の偽造を開始している。陰影って公式のなんか書類かなんかなのかな。偽造について、正式印象の、印があるべき書類は二重チェックすること。ハンコをチェックしろってことかな。こういうマーク、これをチェックしろってことでしょうかね。印象の不備または偽造印象である場合、規則書内の書内存在者と関連付けをアルストツカに栄光あれとありますね。よーし、頑張るぞ。じゃあ早速やっていきましょう。じゃあどうぞお取りください。これ邪魔だな、堂々と。でも分かんなくなっちゃうな。書類を、入国目的は友人に会いに来た、14日だけの予定ですって言ってましたね、今ね。ちょっと調べていきますか。14日間友人に会う観光、合ってますね。合っている。パスポートも合ってますね。君があれかい、スパイかい、違うかな。一応チェックしていくか。違う方っぽいですよね。これ一個一個チェックしていくと、ちょっと待って、時間がなくなっちゃうぞ。大丈夫か？いや、これ時間かかる、ダメだ。どうしよう。とりあえずやろう。仕事はこなさなきゃいけない。歩合制なんだから。多分大丈夫でしょう。はい。はい。問題起こさないようにね。お願いよ。はい、次の方どうぞ。なんだなんだ、早速偽造された。早速使ってきた。忘れてた。君、どうした、とっつぁん。相棒になっている。今日こそは完璧な書類だ。見てくれ。大変だった。安くなかった。買ったんかい、結局転売から。もう。乗り継ぎで、なんだ、待って。あれ、ちょっと待って、この人何しに来たの。乗り継ぎできたんだ、2週間。はい。大丈夫、問題ないですね。問題ない。大丈夫じゃない？大丈夫じゃないですか？表示。カスト。一応調べる？なんか二重で調べてくれって言われてましたからね。書類のこのマークでしたっけ？
一応調べます。この辺になかったっけな。あった気がする。これこれ。これね。これ。あ、1か。あ、大丈夫だ、じゃあ。問題ないね。うん、じゃあ入れんじゃないの。大丈夫ですね。おう、とっつぁん、よかったね。入れるぜ。やったな。おめでとう。おいしょ。いやー、やっぱ、お前最高。ありがとうございます。アルストスカ最高。うん、これやる。何くれんの？お、ありがて。なんかもらった。いや、よかった。いい人だったね。いや、次の方どうぞ。書類をください。入国の目的は何ですか？親戚に会いに来ました。滞在期間は？あ、90日の予定です。観光で90日。うん。はいはい。合っている、合っている。合ってますよね。パスポートの番号も大丈夫ですよね。この名前もめんどくさいね。再調べるの。あ、これいいんだ。こうやってやっちゃえばいいんだ。調べないで、こうやってやれば。ほら。ね。こっちの方が早いよ。多分ね。こっちの方が早い。で、また調べなきゃいけないね。二重チェックしなきゃいけないって書いてありますからね。うん。これをチェックしろってことでしょうね。データ1。うん。OK、OK。じゃあ大丈夫かな。大丈夫ですね。これとこれを返して、おい。はい。問題起こさないようにね。うん。はい、次の方どうぞ。なんだなんだ違う。もう MA、あ、工事が違った。なんだ、ね、おはよう、おはよう。うん。どうした三人拘束えしたっけあー、昨日か。手当て悪くない。ちゃんと支払われてる。多くはないがな。あ、そういえばくれるって言ってたな。やった。お互い得だろ。うん。ウィンウィンの関係ってことね。あ、ありがてえ。あ、いい人だな。いい人が多いな。うん。次の方どうぞ。いいよ。書類をください。入国目的は何ですか？働く予定です。滞在期間は3ヶ月です。就労3ヶ月。パスポート番号は OK。期限も OK。労働許可書。待てね。これから。これか。これを調べる。あ、一致してるね。で、大丈夫。多分これもね、あるんですよ。ここにね。ハンコ。待って。一致しなくね？ほらー。偽造されてるぞ。さあね。こいつ！キラばっくりやがって。何これじゃないよ。高速だよ。これが高速だよ。初めてか、高速は。まったく。帰りなさい。次の方どうぞ。書類を。入国目的は何ですか？友人に会いに。滞在期間は？あれ？これ今、コレチアさんでしたっけ？ん？これ多分そうだぞ。これ多分そうだぞ、絶対。コレチアさんですよね。これ、ちょっと。あれ違うかな？違うかな？外れた？そうだよ、絶対。ほら。ほら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 。この人だ。通すの？さっきも言ったかもしれないですけど、僕に何のメリットがあるんだろうな。昨日僕、お偉いさんに怒られたんですよね。これくれた人に。あ、時間がどんどん過ぎていく。まあでもしょうがない。どうしよう。まあ怒られたからな。その腹いせにちょっと、どうしちゃえ。組織は動き出した。おお、始まるぞ。次の方どうぞ。ああ、まあしょうがない。
首、うわ、罰金取られた。もう、友人に会いに、うん、滞在期間は何ですか？14日だけの予定です。14日だけの予定、ちょっと待ってくださいね。観光14日、合っている。パスポート番号も合っている。でもう一人来るんだよね、多分ね。うん。このスパイって言うんですか？もうダメだ、もうぽっちゃかってるな。もう見えない。何も見なくなってきた。どうしよう。ちょっと待ってね。とっちらかってるから、流れで押しそうになってる。待って、落ち着け。落ち着いて。まずは調べなきゃいけない。そうそう、これね。公的文書。これ。はい。あ、大丈夫。うん。じゃあ大丈夫なのかな？顔も合ってますよね。うん。じゃあ、絶賛サービス残業中。こういうところもアルストツカ気に食わないからな。うん。僕はちょっとね、うん。秘密結社に転職します。うん。秘密結社に転職を希望する。書類をください。入国の目的は何ですか？アルストツカに乗り継ぎします。滞在期間は何ですか？ 2 週間だけいますよ。はい。もう溶け止まってる。はい、合ってる。ちょっと待ってね。ほらー、ここ。これ。そうでしょうよ。偽造されてるよ。何のことだか。こいつ、高速だ。あ、高速で稼ごう。高速でお金稼ごう。うん、そうしよう。出ろ、ほら、もう。まったく。それで、もう、うん、サービス残業、高速は別払いだよね。違うかな。さあ、書類をください。入国の目的は？友人に会いに。滞在期間は？ 2 ヶ月滞在します。あれ？でもこれ最後だぞ。あれ？多分2人ですよね。この人か、じゃあ。消去法で。待ってくださいね。これはさっき通した人、こっちか。よいしょ。こうか。待ってくださいね。あれ全然違う人だ。あれ？ちょっと待って。ん？あれ違う。グラリエさん。全然名前違う。先輩みめねえ、わからん。なに、もうどうなってんのこれ。ちょっとどういうこと？しくったかこれ。な、どうなってんの？あ、今日じゃないのかな？次の日とかに来るよってことかな。ま、とりあえずか。うん。とりあえずじゃあ、取っていいよ。一か八か。問題起こさないようにね。うん。あー、終わったー。いやー、もう私。はい、何？え？何これ？報酬？あ、びっくりした。すげえ金額。何これ？あ、マジか。秘密結社からお金もらった。燃やす場合チェックを解除。燃やす場合ってどういうこと？ああ、燃えちゃうんだ。いや、燃やすは、ああ。迷うな。迷うぞ。ああ、この金があれば。このお金があれば。でもな、もう秘密結社に就職するって言っちゃったからな。もらっておきましょう。いやー、もう改良もちゃおうかな、じゃあ。うん。いや、懐潤ったな。もっと早く就職すればよかったな。
秘密結社に。